R-64D ア,アパッチロングボウ、R-64D ア,アパッチロングボウ、R-64D ア,アパッチロングボウは、マクドネルダグラス社、ゲンボーイングが開発した r 6 4エアパッチに、ロングボウ化機管制レーダーを搭載し、大幅な能力向上を図った R-64 の派生型。アメリカ陸軍のほか、日本の陸上自衛隊などでも採用されている。 アパッチ、アパッチの愛称は、アメリカ先住民のアパッチ族に由来する。1986年7月にを獲得した R-64A アパッチは、アメリカ軍の数々の作戦に投入されてその威力を発揮し、世界最強の攻撃ヘリコプターであることを知らしめた。ただ、進化が予想される、将来の戦場シナリオに対応するための改良、発達が不可欠とされ、 マクドネルダグラス社は1990年の湾岸危機直後に第二世代アパッチ開発計画に着手した。この計画は R-64A に全地球測位システム GPS、地上空中単一チャンネル無線システムシンスガーズ自動化機関性システムと目標引き渡し機能などを備え新しいローターブレードの装備を含めた信頼性の向上を行うもので R-64B の名称が与えられ、254機の R-64A を R-64B に回収する計画が立てられた。しかし、1990年8月にアメリカ国防調達委員会はもう一つの回収計画である R-64CD 計画を承認。これにより R-64B 計画は実現しなかった。 この R-64C-D 計画は、アン、a p g 7 8ロング防火機関製レーダー FCR システムを装備し、R-64B 計画での回収点に加え、無線周波、RF ヘルファイア対戦車ミサイルの傾向能力、ドップラー広報装置の装備、アビオニクスの小型化、コックピットの改善を行うもので、ミリ波レーダー搭載系を、 R-64D ミリ波レーダー非搭載系を R-64C と呼称した。1990年12月から R-64CD への回収作業が開始され、ヘリファイア対戦車ミサイルの開発に間に合わせるために、当初の51ヶ月から延長して70ヶ月の全規模開発プログラムがスタートした。1993年末には、 R-64C の故障が廃止され、右派レーダー搭載の遺憾に関わらず、回収機前期を R-64D アパッチロングボーと故障することが決定された。アメリカ陸軍が装備する R-64D は、前期、既存の R-64A からの回収機とし、前期部開発プログラムに基づいてまず、 R-64A の量産2号機が R-64D 空力試作改造初号機となりダミーのロングボーレドームを装備して1991年3月11日に初飛行した。これに続いて試作改造機4機と先行量産改造機2機が製造されている。試作改造初号機は1992年4月15日。 2号機は1992年11月13日に初飛行し、空力試験の後、1993年中頃にロングボーレーダーが装備されて1993年8月20日に進むぞらした。3号機は1993年6月30日、4号機は1993年10月4日にそれぞれ初飛行しており、5号機は R-64C の改造初号機となる予定であったが、R-64C の故障が廃止されたのに、伴い、ロング防火機管制レーダーを装備しない R-64D として1994年1月19日に初飛行しており、ハミルトン製の新型軽量飛行管理コンピューターを搭載した最初の機体となった。6号機は1994年3月4日に、 初飛行している。R-64D への量産回収については、1995年12月に先行調達段階の契約が結ばれ、1996年8月16日にアメリカ陸軍とマクドネル・ダグラス社が、今後5年間で232機を改造する他年度再生産契約を決でいる。この契約ではまず、 初年度に24機の再生産機を納入し、232機前機を2001年、第1四半期までに完納することとされた。アメリカ陸軍では、保有する758機の全 r、全 R-64A を、r、R-64D に回収し、ロングボーレーダー搭載機は227機にする、計画を立てた。しかし、その後の試験評価などから r 十四 D への回収機数を501機に削減し、ほぼ全機にロングボーレーダーを搭載する方針に変更している。R-64D のアメリカ陸軍向けは、ブロック方式でのアップグレードが採用されており、さらに年度ごとのロットによるスパイラルアップデート方式での段階的な能力向上が行われている。初期引き渡し機は、ブロックアイと呼ばれ、最初の284機が、 この仕様である。続く313機がブロック E と呼ばれるもので、2002年2月25日に初号機がアメリカ陸軍へ引き渡された。ブロック E はアメリカ陸軍の戦術級 C4I システムである FBCB2 に対応する通信機能を備えたもので、アン、t s 9 1 5 8強化型一表情報告システム イップルアーズとの接続を可能にしている。アメリカ陸軍では、ブロック IE をブロック3仕様にアップグレードすることを計画している。ブロック3では、ワイドバンド通信機能の装備、ロングボーレーダー及びミサイル兵装の能力、広むレベル4の無人規制5能力、リンク16戦術データリンクやセンサー融合技術の導入などを行う。加えて、 エンジンも耐久性と出力を高めることが検討されている。ブロック3使用機の予算化は2009会計年度が予定されている。開発元のマクドネルダグラス社は R-64D の特徴を以下のように説明している。ブロック3使用は米軍も2011年11月に納入を始めたばかりの最新鋭攻撃ヘリで現在は R-64E アパッチガーディアンと名称が変更されている。R-64D のコックピットは R-64A から完全に一新され、マンプリント型と呼ばれる。前後席には従来の軽機類に代わって 15×15cm の単色 CRT 表示装置を2機装備し、これによりコックピットのスイッチ類は R-64A の1200個から200個に減少しており、乗員のワークロードは大幅に減少した。CRT 表示装置には、基本飛行情報のほか、戦術状況表示、エンジンやシステム状況表示、並走状況表示、レーダー情報表示などを乗員の選択により行うことができ、2機の CRT 表示装置には完全な互換性がある。また、 戦闘管理、連携攻撃、状況認識能力が改善されており、サイメトリクスインダストリーズ製改良型データモデム、イドムを装備する。このモデムは、毎秒1 6イト、16000BPS という、高速データ転送機能を有しており、行動中の地上部隊、あるいは他の作戦中のヘリコプター、地上の火力チーム、E-8J スターズなどと、 各種データのやり取りを行う。これによって、情報の交換や、目標の引き渡しと引き受けなどが可能となり、R-64D は、各種の C4i システムに参加することで、統合化された空地戦を行うことが可能である。本来 R-64D のイドムで転送できるデータとしては、座標データ、目標、脅威、経由点、障害物についての情報と、 その管理手段、FCR 目標データ、全目標、目標の優先順位、無線周波による伝達、戦闘損害評価、ブダ、射撃ゾーン、射撃ゾーンでの目標の優先順位と射撃禁止ゾーンなどで、これにより、本機で作成された目標データなどを、挑ドムを介して、他の戦域内の友軍に提供して、30秒以内に、 調和の取れた精密攻撃を実行することが可能である。UN APG-78 ロングボウレーダー FCR は 35GHz というミリメートル波カバンドを使ったレーダーで目標の発見や補足、照準に加えて低減撃可能性、ループを有するように設計されている。レーダー自体は R-64D のシュローターマスト長部の 重量 113kg の円盤系ドームに収められていて、空対空モードでは360度の操作能力を有し、1回の360度前周操作は30秒以内で行われる。また、空対地モードでは、1つの操作セクター、区域は90度で、それを3セクター有し、機体前方270度の範囲内で操作する。このほか、地形プロファイリング機能も有する。 ロングボーレーダーは1000以上の目標を探知する能力を持ち、その中から戦車や空中部隊などを迅速に探知、識別して位置を特定し、攻撃のための優先順位付けを行える。空対地モードでは地上目標に加えて空中目標の探知も可能だが、空対空モードでは地上目標の探知能力はない。レーダーアンテナの操作で把握された目標は、 機上プロセッサーが精密な位置表情、移動速度、移動方向などの情報処理を行う。この作業は同時に最大256目標に対して行えるようになっており、それぞれの目標が早期式車両、または車輪式車両であるのか、防空施設であるのか、ヘリコプタ、または航空機であるのかといった種別を特定することも可能である。 さらにこれら探知目標について脅威の度合いを判定して自動的に対処優先順位をつけてメリストを作成する機能も有している。上院は目標リストの順位に従って攻撃を行うことができるほか目標リストの順位を拒否して攻撃を行うことができる。加えて空対地モードでは優先射撃ゾーン PFZ を設定し、 そのゾーン内のみの目標に関する優先順位付けも行える。優先順位付けされた目標は、優先度の高いものから順に、最大で16目標が、コクピットの多機能表示装置に表示される。最大で16目標に限定される理由は、攻撃に使用されるエイジム -114、ヘルファイア対戦車ミサイルの搭載数が1機で、最大で16発であるためである。 ロングボーレーダーの基部には、アン a イ a p 四4 8 a レーダー周波干渉装置、フィーのセンサーがついている。これは、囲三360度の脅威警報、識別能力を有しており、FCR の標準線に準拠した最大90度の範囲で射撃方向判定を行うことが可能である。R-64D が地形などの影に完全に隠れる前に、 受動方式で、敵防空システムのレーダー波の副射を捉え、その信号の特徴を内蔵データと比較することで、副射源のタイプを特定して、MPD 上に、敵防空システムの脅威レーダーの存在とそれが、どのようなもであるかを示す形式を合わせて表示する、ことが出るとともに、その情報は、FCR に伝えられて、FCR の探知情報、最大128目標と合わせられ、 その中の16目標について、優先順位付けを自動で行い、それらに対して、レーダー誘導、セミアクティブレーダーホーミングより専用のエイジム -114、11 L ロングボー、ヘルハイア対戦車ミサイルにより攻撃が行われるが、より精密な攻撃が必要である場合には、機種に装備された、アン、アスック -170 目標補足、指示標準装置、タズにより、 目標を視認で確認して、ミサイル攻撃をすることができる。FCR の捜索処理による目標に対する休暇は、完全に自動化されており、R-64D が、地形などの影に隠れた後でも作動している、敵防空システム存在下で、乗員による反応時間の最短化を実現している。フィーのアンテナアレは、FCR アンテナと共にボアサイト化されているので、 フィーによる探知は高い精度で FCR の目標情報と一体化される。レーダー複写源の脅威特性の特定方法は最大百の脅威レーダー複写をプログラム化してそのプログラムを内蔵データと照合することでレーダー複写源の機材などを特定する。このプログラムは取り外し可能型の使用者データモジュールドムに収められており新たな脅威が出現した場合でもユーザーが容易に アップデートできるシステムとなっており、脅威の捜索、追跡、誘導信号の探知を識別して、攻撃目標の優先順位を行う上で、大きな役割を担っている。これは、戦闘機に搭載されているレーダー警戒装置、RWR と同様の原理であるが、FCR と内蔵データと組み合わせることで、RWR に比べて100倍の能力を持つシステムとも言われている。 これらが探知して作成した目標に関するデータは、イドムを介して、他の遊軍の地上部隊や、ヘリコプターや E-8J スターズなどの航空機に転送が可能である。アローヘッドは、R-64A の機種先端に装備された、アン、アスック -170 目標補足、指示照準装置、タズと、アン、奥 -11 パイロット暗視センサー。 PNVS の組み合わせである t a PNVS の近代化型 m t a PNVS とも呼ばれており、ロッキードマーティン社が開発している。基本的には t a PNVS と同じ機能を果たすが、機体に大幅な改造を加えずにそのまま装着することが可能である。R-64D ブロック E のロット10以降に装備されている。 新世代の赤外線技術を使ったセンサーで、総重要センサー、画像増強装置、I2、目標指示前方監視赤外線、フリア、昼間センサー、昼間テレビ、レーザー照射装置、レーザー追跡装置で構成されている。昼間センサーの昼間テレビは、カラーテレビが使用されており、レーザー照射装置のレーザーは、副高度化されて、I セーフレーザーも使用される。 フリアを使った操縦センサーと I2 によるテレビシステム I2TV で発達型操縦センサー APS を構成しおり、これまではスイッチにより画像を切り替えて表示していたのを必要に応じてフリアと I2TV との画像を融合表示することができる。それ以外のものが発達型目標指示センサー a t s となっており、三段階視野の新技術フリアアテフ。 画像を元にした、非等質性補正、探知距離延長のための電子式画像安定化、複数目標の追跡機能、注目標1個同時追跡目標5個、副高度でのレーザースポット追跡、航空機へのデジタルインターフェース、ビデオ及び1553データバス、選択式の視野、30度40度、または30度52度、自動ボアサイト機能を有している。 アローヘッドの大きな特徴の一つは高画質のフリア、画像が得られることであり、1000から1000万ピクセルという極めて大きなフォーカルプレーンアレイを有し、その操作画像をアナログ、デジタル変換をチップ上で行うことによって高解像度の画像を得られる。アローヘッドは多数の列線交換モジュール、LRM と列線交換ユニット、ロールで構成されていため、 不具合や故障が生じてもモジュールかユニットをそのまま交換するだけで機体を作戦状態に戻すことが可能であり、高い作戦稼働率を維持することができる。また、LRM の使用によって戦闘環境や電磁干渉に対しても高い抵抗力を有するようになっている。また、従来装備機の全席操縦席、副操縦試験射撃手には中央にハンドクリップ、 光学中継管、オート、目標指示電子表示及び制御、ティタックの基本ユニットが入った小型のエッドをダウン示せ、ユニット、波重が一体化した表示、操作装置があり、オートの表示を見るためには頭をつけてぞき込む方式であったため、機体の周囲の状況を瞬時に把握することが困難になる欠点があったが、アローヘッド装備機には、オートと波重の代わりとして、 単色の大画面液晶表示装置が装備されており、画像の読み取りが一層高まるとともに覗き込む必要もなくなるため、機体の周囲の状況に注意することが可能になっている。このアローヘッドを最初に装備した A-64D は陸上自衛隊向けの機体であり、その後はアメリカ陸軍やイギリス陸軍の機体にも乾燥作業が進められている。 搭載兵装は、基本的には、従来の R-64A と変わらないが、搭載する、ヘルファイア対戦車ミサイルは、最新型のエイジム -114K、エ11ルヘルファイア E を搭載している。エイジム -114K は、従来のエイジム -114A、C、D と同じくセミアクティブレーザー誘導であるが、対電子工学対抗手段能力を有しており、 先端にあるセミアクティブレーザーシーカーをヘルファイア敵化ミサイルシステムホームズとヘルファイア強化型レーザーシーカーヘルズを新規生産及び既存のミサイルへ回収することにより複数目標の補足が可能となっており優先射撃ゾーン PFZ 内での優先順位により割り当てられた目標が他のミサイルなどで破壊されてしまった場合には別の目標に向かわせる機能を 新しいデジタル式自動操縦装置、誘導電子機器装備することで可能としている。その他に、射程の延長、8km から 9km、飛行時間の短縮、超音速飛翔、100mm の走行を貫通する能力を持つタンデム弾頭による破壊力の強化を有している。エイジム -114L は、セミアクティブレーダー誘導で、ミサイルに指示を送る。 無線周波、RF ヘルファイアと呼ばれるもので、先端にミリメートル波、レーダーシーカーを持つ R-64D の専用兵器である。空対空ミサイルは、ィム m 9 2スティンガー、蛍光敷地対空ミサイルの空対空派生型の AIM-92 を搭載している。R-64D は、GE が開発した T700GE-701。 シーターボシャフトエンジンを2機搭載している。1機のエンジンは標準で 1660SHP。1機のエンジンがトラブルを起こし変発で飛行する場合は 1800SHP で30分間、1890SHP で10分間持続可能など非常に高性能で通常飛行時は出力に余裕があるため高い機動性を生かした飛行が可能である。 陸上自衛隊が導入した R-64D は GE のエンジンを IHI がライセンス生産をしているため名称が T700IHI-701C に変更されている。アメリカ陸軍で運用されている R-64D の中には2000年代後半頃よりエンジンの排気口が上方向になるよう回収を受けた機体も見られる。 陸上自衛隊航空学校陸上自衛隊研究本部西部方面隊2018年2月5日16時43分頃陸上自衛隊メタバル中トン地第3隊戦車ヘリコプター隊所属の機体が佐賀県神崎市の住宅に墜落しこの住宅が全焼し林火一棟も一部が焼け乗員二人が死亡し全焼した住宅に住んでいた女子小学生が避難の際に膝を打撲した 事故機は50時間の飛行時間ごとに実施される定期、整備後の試験飛行中で、16時35分に離陸許可を受け、36分に離陸し、駐屯地上空を飛び、機体に異常がないことを確認してから、福岡県久留米市面に飛行を始めた。管制官との最後の更新は38分で、事故機側から異常を伝える内容はなかった。現場では、業務上過失び、 航空危険行為処罰法違反の疑いで現場検証が行われた。ヘリが墜落する様子を佐賀城北自動車学校の送迎車のドライブレコーダーが捉えていた。映像には水平飛行していたヘリが突然機首を下に向け部品を散乱させながら霧もみ落下する様子映っている。現場から東に数百メートル離れた農地の10カ所以上で機体の 部品が見つかっており、メインローターが上空でバラバラになったとみられる。R-64D のメインローターヘッドは1750時間の飛行時間ごとに交換する消耗品であり、事故機は飛行前にメインローターヘッドを初めて交換しており、陸時は整備不良の可能性もあるとみている。これに関しては15日。 墜落した木には飛行の中枢部品に不具合の修理履歴がある中古品が使われていたことが新たに報じられており、専門家は中古品の再利用は航空業界では常識としながらもメーカーの修理や検査に加え陸自側のチェック管理が適切だったのかが調査の焦点になると指摘している。事故を受け、小野寺防衛省は陸自が保有する十二機の飛行停止と合わせ、 陸海空自衛隊のすべてのヘリコプターについて点検や整備を徹底するよう指示した。また同系機を運用する台湾も固有機を飛行停止した。6日、防衛省で記者団に対し機体からフライトレコーダー、飛行記録装置を回収したと明らかにした。2018年5月28日陸上自衛隊は事故調査の中間報告を行った。 主回転翼の羽根と回転軸をつなぐメインローターヘッド内部の金属製ボルトが破損したことで羽根が分離したとし操縦ミスや整備不良は否定している。2018年3月にアメリカ陸軍は R-64E についてメインブレードをローターヘッドに固定するボルトの耐久性に深刻な問題が生じたため 問題が解決されない限りボーイングからの調達を中止する発表したが、陸地の事故との関連は不明とされる。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。